リチャード・テイラーは、イギリスの数学者、プリンストン大学教授、1984年ケンブリッジ大学卒業、1988年プリンストン大学で、PhD 取得。ケンブリッジ大学、クレア・カレッジ・フェロー、王立協会アイ・ヘイズ交換留学フェロー、ケンブリッジ大学助教授、講師、カリフォルニア工科大学客員助教授、 ハーバード大学客員教授、オックスフォード大学入カレジフェロー研、サビルキ科学講座教授、ハーバード大学数学科教授兼、ハーシェル・スミス講座教授、カリフォルニア大学バークレー校客員教授、プリンストン大学特別招聘教授、2012年からプリンストン大学数学科教授、アンド・リュー・ワイルズによるフェルマーの最終定理の証明をサポートした。 フェルマーの最終定理を証明した二つの論文のうち、一つは、テーラーとの協調によるもの。谷山、志村予想の証明、ラングランズ予想の証明など、数論における重要な研究業績を残している。数論の長難問と称される佐藤、定ー予想を証明した。ありがとうございます。